族まんじゅう族まんじゅうは、まんじゅうの一種。福島県川沼国柳津町の名家である。族ともち米を混ぜた生地を型に詰め、そこへこしあんを包んでから蒸していく。職人が、おちょこのような型に一つ一つ丁寧に詰めるという、昔ながらの製法で作っている。色は泡をイメージした黄色で、泡のつぶつぶした感触と、餅の粘りを持ち合わせた、独特の食感が特徴。 賞味期限が短く、二日も経つと固くなってしまう。長期保存する場合は、冷凍する必要がある。1818 18年6月15日に、柳津で大火が発生し、日本三大国像の一つに数えられる円蔵寺の、道東伽藍や、門前の集落が焼けてしまった。当時の住職である、勝岸御所は、幕府や藍津藩等と掛け合い資金を調達して、復興に取り組み、 1829年8月には、円蔵寺本堂の再建に至った。その際に、活岩和将が、もう二度と、このような災難に、合わないようにとの願いを込めて、当時多く生産されていた泡を使った饅頭を奉納することを思い立ち、門前の菓子職人に作らせたのが、始まりと伝えられている。古くは、泡の実で、生地が作られていたという。 ABIZ 辞典編3会 1985P62AB 柳津町教育委員会 1977P467 仮名 2016P87 柳津町西洋欄柳津式風物詩人暮らし柳津町 P92017 年1月28日閲覧続まんじゅうとセットで販売されることが多い ありがとうございます。